広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。お願いします。あ、そうですね、お願いします。いやいや、まあまあ、最初はグーじゃんけんほい。ウロボ使います。友達手帳を取らしてここになります。持ってか、山札を確認します。1枚手札に加えます。そのまま使います。バトルパス手札から使ってベンチにゲノセクト V、 ゲノセクト V まだ使います。手札からバトル10発使って山札からゲノセクト V メロエッタベンチに出します。まだ使います。手札からカミツレのきらめき使います。ミュー V とメロエッタ選んで山札からフュージョンエネルギーをつけます。ミュー V にゴダリベルトつけます。パワータブレット使います。ゲノセクト V の特性フュージョンシステム、手札が1枚なので4枚引きます。クイックボール、ダブルターボエネルギートラッシュして山札からミュー V 持ってきます。ミュー V ベンチに出します。ゲノセクト V のフュージョンシステム2回目、3枚いきます。ウロボでバトルビップパスとラッシュしてここになれます。表で山札から1枚はい、枚数お願いします。2枚。フュージョンエネルギーメロエッタにつけます。ゲノセクトのフュージョンシステム3回目、手札が4枚なので2枚、逃げます。メロエッタの技メロディア成功でフュージョンエネルギーが3枚ついていて、パワータブレット1枚使っているので240ダメージですね。はい、サイド2枚もらいます。
はい。20ダメージですね。はい、ニューボイバトル場に出ます。1枚引きます。どうしようかな。結構今手札が多いんでね、ちょっといろいろできることがあるんですけど、ハイパーボール使います。穴抜けの紐とウロボをトラッシュして、山札から踊り鳥できます。はい、あ、ごめんなさい、まだ使いました。踊り鳥出します。ミュー V マックスに進化。紙切れのきらめきでミュー V マックスとミュー V 選びます。山札からフュージョンエネルギーを1枚ミュー V マックスにつけます。ストップ出します。こだわりベルトミュー V につけて、ゲノセクトのフュージョンシステム1回目、手札が2枚なので4枚引きます。ハイパーボールバトルビッパスとボスの指令トラッシュして、山札からミュー V マックス。ベンチのミュー V をミュー V マックスに進化。ポケモン入れ替え使います。ミュー V マックスとミュー V マックスを入れ替えて、2回目のフュージョンシステムで4枚。クイックボールでボスの指令トラッシュして、持ってきません。マイスで、トレッキングシューズ1枚見ます。手札でパワータブレット使います。フュージョンシステム3回目で、山札を上から3枚。ポケストップ使います。山札の上から3枚を表向きにして、グッズをすべて手札に加えて、残りをトラッシュですね。ミュー V マックス逃げます。ミュー V マックスの技クロスフュージョンで、ベンチのゲノセクト V の技テクノバスターを使います。210パワータブレットで240、こだわりベルトで270ダメージです。2枚もらいます。はい、
はい、1枚もらいます。340ダメージで、ミュー VMAX 技術でミュー VMAX バトルが出ます。1枚引きます。じゃあ手札からパワータブレットを2枚、ダブルタブエネルギーをミュー VMAX につけて、ミュー VMAX の技クロスフュージョン、ベンチのゲノシクト V の技テクノバスターで210ダメージプラス、パワータブレット2枚の60ダメージと、コラーリベルトのポケモン V に与えるダメージプラス30で300ダメージ、ダブルタブエネルギーでマイナス27で280ダメージです。ロトム V スター季節でありがとうございました。お互い残りの試合も頑張りましょう。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。